西洋スモモはバラ科の果樹の一種である。落葉樹で、英語圏で、プラムとして知られる様々な果樹が本種に属しているが、すべてではない。グリーンゲージ、インシチチアスモモは本種の亜種である。スピノサスモモとミロバランスモモの雑種であると考えられている。少なくともヨーロッパでは最も多く栽培されているプラム類であり、ほとんどのプルーンは、 本種の果実から作られている。一般的には大型の低木、または小高木である。棘を持つ場合もあり、柿は初春で白い花が咲く。楕円形、または休憩の様々な大きさの果実をつけるが、最大でも8センチメートル程度である。甘い品種が一般的であるが、食べるには砂糖を使って調理する必要のある酸っぱい品種もある。 他のすべての桜属の果実と同じように、中心に大きな一つの種があり、一般的に、ストーンと呼ばれていて、食べる際には取り除かれる。西洋スモモは、商業的には、果樹園で栽培されているが、大木に、自家年生の株を剥いだ、近年の苗木、育成、剪定法では、比較的小、スペース、一本の木で収穫が可能である。早期の開花、結実には、 霜や冷たい風から保護された場所を必要とする。果実についてはプラムを参照。様々な栽培品種、インペアルケージ、ダムソンロンバードベーナードエロエグには器用に様々な栽培品種が選抜されている。一下に示すのは、王立園芸協会のアワード・オブ・ガーデン・メリットに選出されたものである、グリーンケージ・ミラベレス・スモモ・カレイン・エトールは3足を認めているが、 科学的研究では、さらなる細分化が好まれる、雑誌間の交雑は容易で、多数の中間的な形態のものが発見されている。これらには、甘さ酸っぱさは様々で、色も青紫からオレンジ、黄色、ライトグリーンと多岐にわたる。ありがとうございます。